広島ブラックということで、これもね、昔の名残じゃない？復興のさなんかの、うん、元祖ってこれがブレーキ側になりますから、しかも証明できるじゃないですか、入れたりするあれでも乗れる、うん、これが元祖で、サルビーマンだと、そして必要にやっておけばサルビーマンで乗れる。これにしよう、広島一番ラーメンで、広島新ラーメンブラックで以上です。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。勢いがわーってなる。番組の途中で失礼します。 RSK アナウンサーの武田彩香と広島健一郎です。よろしくお願いします。お願いします。毎週土曜日朝9時からお昼の1時55分まで放送中の RSK ラジオ国西と武田の土曜番長の中で、第4土曜日、第5土曜日には DJ ゲイルさんの DJ 番長を放送しています。イエーイ。国西さん何してるんですか今？詳しくは DJ 番長聞いてください。チェケラチェケラ聞いてね。失礼しました。めっちゃかっこいいっす。よろしくお願いします。では引き続き番組楽しんでください。チェケラ。広島ブラックということで、うわやばいな、めっちゃうまいっす。
うん、甘い。お、こちら式です。こちら式です。ごちそうさまでした。いやー、いいです。入ったんですけど、ラーメン屋さんに。美味しいだろうなって思って入ったんですよ。そしたら、めちゃめちゃ美味しかった。その 何が、みんな何が美味しいんだと言うかもしれない。伝わりにくいよ、まあかもしれないけど。やっぱり、そのね、戦後、昭和30年代からその受け継いできた、その広島のソウルフードというかそのラーメン、広島ラーメン、これをね、あの現代に合わせて作ってるお店、広島ブラックとか、なんかうまく時代に乗り換えて作ってて、うん、でやっぱそのシンプルなその昔ながらのその鶏ガラベース、鶏ガラベースですね、ね、あの薄味のラーメンと、僕は 薄味で濃い口、ね、うん、濃い口ね、ブラック、だからね、そうだからねっていうか、あのもう本当に何も言うことができないぐらいそのしっかりした、美味しかったです、すごい美味しかった、店主の方も結構めっちゃいい人です、怖そうな感じだったけどね、びっくりしたそうです、ね、優しいです、ね、めっちゃ優しかったです、またちょっと、はい、また広島人だけは広島商店ですね、そうだね、広島ラーメン、広島、まあいろいろ閉まってるお店あったけど、こういうソウルフードもやってると、はい、ありがとうございました、はい、ヤバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。